スタンドアップ学芸。皆さんこんにちは。この番組は東京学芸大学放送研究会を送る15分間のラジオ番組です。今回のお相手は2年 DJ 流星と1年 DJ さきちゃんでお送りしていきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。いやー、他の大学よりね、はい、ちょっと遅れましたけれども、うん、ついに春休みがやってきました。やっとです。イエーイ、やったねいやー、どうですか春休み。そうですね、まだ始まったばっかなんで、うん、まだ歩行だったりとかレポートに追われて、まだ春休み気分ではないんですよね。なるほどなるほど、はい、でもさ、はい、春休みにやりたいこととか予定とかって考えてたりしますか。ありますあります。お、どんな予定が。ちなみにちょっとビッグイベントが、聞いてくださいよ。お、なになに。中国留学に行ってきます。まあ、なんとなんと、はい、中国に留学。はい、いつから行くのそれ。2月の26ですね。2月の26、はい、なるほど。どんぐらい、1ヶ月とか。1ヶ月で、うん、3月の27に帰ってきます。へー、本当に。じゃあ、はい、がっつり中国に行くわけだ。そうですね、まるまる中国語をマスターして。マスターする。はい、でまた中国もね、満喫していきたいと思います。いいな、はい、やっぱり中国とかね、料理が美味しそうだから。そうなんです、本場の中国料理をね、麻婆豆腐とか楽しみだね。はい、はい、じゃあ流星さんは、うん、春休みどんなことをしたいとかありますか。なるほど、僕はですね、はい、もう最近もちょっと楽しんでるんですけども。お、何ですか何ですか。昨日はカラオケ行ってきまして、はい、いいですね、大学生ですね。大学生してますただね、この後の予定でもっと楽しいことがあって、はい、実は旅行に行きます。旅行、あ、どこ行くんですか。旅行で沖縄に行きます。沖縄、そう、いいな。実は沖縄行ったことがなくて、はい、海が綺麗だなっていう印象なので。なるほど。実際にね、この目で見て楽しんでいきたいと思います、うん、いいですね。ちょっとまさかまさかなんですけど、これは誰と行くんですか、うん、これはね、サークルの友達、はい、あ、サークル、残念でした。そうですねちょっとここはちょっと彼女と熱く旅行行くのかなとか思ったんですけど。まあでもそんな人もいるんじゃないの、春休みだし。まあいそうですよね、うん。まあ、皆さんね、はい、思い思いの春休み楽しく過ごしていると思うので、はい、ぜひそんなひとときにね、このラジオ聞いてくれたら嬉しいなと思います。はい、それではそれでは皆さん、今回も15分間楽しいトークを広げますので、ぜひお付き合いください。それではいきますよ。スタンドアップ学芸スタート。さあ、オープニングでもね、お話ししたんですけれども、うん、はい、春休みが始まって1週間ほど経ちました。そうですね。ということで、大学生活もさきちゃんは1年間ようやく終わるわけですね。もうあっという間でした。あっという間だよね、はい、僕ももう3年生になるのかっていう。3年生、そう、なんかすごいですね。あっという間です ね、 ね。で、去年の今頃はね、はい、ちょうど初めて1年生と会ったんですけれども、はい、ちょっとね、気になったことがあります。え、何ですか。去年、はい、今の1年生は、はい、僕たちのことをどんな風に思ったのかなっていう第一印象をね、聞きたいなと思いました。第一印象ね、うん、確かに、まあ、うん、流星さんに、うん、まあ、抱いた印象っていうのはありますね。なるほど、やっぱり、はい、先輩、初めて会う大学の先輩だし。そうなんですよ、僕らもね、はい、初めて会う大学の後輩だったから、うん、ちょっと聞いてみたいと思って、うんうん、ただただ第一印象を聞き合うだけじゃ、はい、ちょっと面白くないなと思って、はい、コーナーを用意しました。お、こちらです。お互いの第一印象当てゲーム。エコーかかりましたねこのゲームでは、はい、自分が初対面の人にどう思われていたかってことを予想してフリップに書きます、はい、うわー怖い。僕ははい、さきちゃんにどう思われてたかっていうことを自分で予想して書きます、うん、そうですね、はい、さきちゃんは僕にどんな風に思われてたかっていうことを予想して手元の紙に書いてみてください。わかりました。自分が
相手にどう思われていたかを書けばいいんですね。そうそうそう、はい、でこのコーナーの最後に、はい、とかお互いに、はい、あの第一印象聞いて、はい、どのぐらい合ってるのかなとか、うん、実はこんな風に思われてたんだなっていうことが分かっていったら楽しいなと思います。これちょっと外れちゃったらね。そうね、恥ずかしい。下手なこと書けなさそうだよね。そう、無難なことを書いておきましょうかね。本当に。いやでもこれは思ったことを書いた方がいいんじゃないかな。どうなんだろう。ではでは早速やっていきましょうか。はい、じゃあどっちかやろう。さきちゃんからやりましょうか。はい、じゃあさきちゃんが僕にどんな風に思われたかなっていうことをちょっと書いてみてください。わかりました。じゃあいきますね。そうね、1年間本当にあっという間だったからね。はい、いや新刊始まるわけですけれども、はい、どうですか、去年の新刊でなんか楽しいことってありました？新刊で、あ、うん、それはやっぱ先輩にご飯をおごってもらえるという。確かに、はい、僕も1年生の時はあのいろんな先輩にご飯をごちそうになって、いやー、やっぱ楽しいよね。そうですね、3日間ぐらい自分のお金を使わなくても先輩のお金で食いつなげるという。わかるわかる。あのしかも大学の周りのお店ってまだ全然知らないじゃん。そうなんですね、いろんなとこ連れてってもらえるから、うん、そういう意味でも楽しいよね。発掘できるっていう面でもいいですよね。そうそうそう。あ、それでは書けましたか？書けました。じゃあ発表してください。はい、私が流星さんに思われていた印象ですよね、うん、いきます。パッと見は真面目だけど実はド天然。なるほどなるほど。はい、それはなんかどうしてそう思ったの？あ、最初私会った時は、うん、結構メガネかけてて真面目な感じだったと思うんですよね。でこの子結構おとなしくてちょっと硬いイメージかなと思われてたんじゃないかなと思うんですけど、ほうほうほう、話していくうちにやっぱポロポロ私の天然ぶりが出てきたと思うんですよね。なるほどね。まあ、ちょっとさっきもあの流星さんと話してて、そうですね、尺八のことをシャチホコとか言っちゃったりとか。なるほどね。はい、あの無意識に出ちゃうんですよね。じゃあそういう風に思われてたんじゃないかなっていうことで、はい、じゃあ実際に僕がさきちゃんに抱いた第一印象を紹介しますね。はい、さきちゃんはね、はい、すごい真面目な子だなっていうのは思った。あ、やっぱり、はい、真面目で素直で、うん、だけどね最後違ってあの芯が強いなっていう印象でした。へー、いいこと言ってくれるじゃないですか。なんかね、あのはい、それこそ初めに話した時に、はい、浪人してこの大学に入ったっていうことを聞いたのもあるし、はい、あとねあの大学のこといろいろ聞いてきて、はい、あ、この子やりたいことしっかり自分で持ってるんじゃないかなっていうふうに思いました。あ、そんな印象を持っててくれたんですか？あの一番最初はね。意外です。一番最初はね、今今はやっぱりね話していくとね、はい、あれちょっと天然かもっていうところはある。そうそう、そうですね、うん、なるほどなるほど、はい、いやでもそうね結構当たってたね。うん、そうですね。でも芯があるって言ってくれたのは嬉しいですよね、うん、あ、本当？やっぱそれは私の生き方のポリシーとして。あ、でもやっぱりそういうふうに思ってるところはあったんだ。はい、さすがそれを感じ取ってくれたなってのは。やったぜ、あながち間違いじゃなかったね。はい、お、それではじゃあさきちゃんの方が終わりましたので、はい、次は僕がさきちゃんにどう思われてたかっていうことを書いていきたいと思います、うん、はい、お願いします。そっか、はい、なるほどね。どう思われてたんだろうな。はい、難しいね。じゃあ私からも、じゃあ流星さん書いてる間に質問していきたいなと思います、うん、ほうほう、何でしょう。さっき流星さんが私に話を振ってくれて、うん、あの私がご飯を先輩におごってもらったって話をしたんですけど、うん、実際先輩たちってどのぐらいのお金をあのはたいているのかなみたいな。なるほどね、はい、いやなんかね具体的に覚えてないんだけど、はい、あのいつも使っている倍ぐらいはなくなってったんじゃないかなっていう。倍、うん、それは具体的に、え、なんの、人によってね違うんじゃないかなと思う、はい、あのサークルの規模とかにもよったり、うん、あと関わる後輩が多ければ多いほどなくなるんだと思うけど、
僕の場合はだいたい2倍ぐらい使ったと思う。2倍ぐらい、うん、これはちょっと事前に貯めとかないとですよね。そうね、いっぱいお金なくなっちゃうので、さき、うん、ちゃんもぜひバイトしとかなければ。そう、頑張ってみてください。はい、それではじゃあ始めたので発表したいと思います。はい、僕はね、さきちゃんに、はい、なんかすごい元気な先輩だなっていう風に思われてたと思います。うん、はい、あとね、もう一つは、はい、なんかこの先輩チャラいなって思われてたんじゃないかなと。チャラくてちょっと怖かったり怪しいなっていう印象を持たれてたんじゃないかなと思いました。うん、あー、なるほど。じゃあちょっとズバッとここは言っちゃいますね。そうね、聞いてみたい、教えてください。確かなんか元気だなっていうのは、うん、すごい感じました。本当に流星さんは愛されキャラだなっていうのも同時に感じていて。なるほど。こう先輩とかから流星流星ってすごい可愛がられて、で流星さん自体も明るいですし。なるほどなるほど。あとなんか先輩の話を拾うのがすごい上手い方だなって思ってました。へえ、ってことは、はい、話し上手ってこと。話し上手です。あ、拾い上手なのかな。なるほど、はい、それはさ、はい、どんなところでそういう風に思ったの。あ、これもちょっと具体的エピソードがあるんですけど。お、聞いてみたいな。これもちょっと先ほどの話なんですけどね、うん、流星さん4年生の先輩ですね、うんうん、4年生の先輩がさっき話してたのね。はい、うん、今日めっちゃ喉が渇いて目覚めたんだよねって言った時に、うん、え、先輩砂漠でさまよってた夢見たんですかとか言って、そう、うまいなと思って。やっぱボキャブラリーが豊富だし。ちょっと待って待って、それうまい。うまいです、うまいです。何の気もなしに言ったし、それこそボキャブラリーのかけらもないで砂漠の夢見たんですかって、どんな質問って。適当すぎひん。いやいや、喉が渇くから砂漠へ連想させるこの、ね、頭のネットワークっていう。これあれですね、はい、自分の会話を分析されるとこれほど恥ずかしいものはないかもしれないですね。思わずメモりましたね。そっかそっか。え、でもそうね、そういう風に思ってくれるっていうのは嬉しいな。はい、愛されキャラで何、拾い上手。はい、なるほどね。あ、でもこうして第一印象を聞いていくと、はい、結構近かったね、お互い。そうですね、思ってることと割と近かったけれども違う部分もまたありっていう感じで。うーん、いやでも楽しかったです。そうですね、改めてズバッと聞けたんで。確かに、ちょっと前向きになりました。ちょっとこれからの付き合いが変わってきそうですよね。そう。でもさ、はい、改めて仲いい友達に聞いてみたいよね。そうですね、ぜひ皆さんもこの初めて会った時にどう思ったか聞いてみてください。はい、さあ、お送りしてきましたスタンドアップ学芸、そろそろお別れのお時間です。あっという間でした。楽しかったです。楽しかった、はい、本当良かったです。いや、まあ新刊の話を、そうですね、していったわけなんですけれども、はい、どうですか、これから1年生を新しく迎えるわけですけど、うんうん、はい、何かこんなことやってみたいなっていう抱負ってありますか。こんなことやってみたい、うん、そうですね、もう私が入ってきた時に、うん、その流星さんとかが、結構機械をどうやっていじるのとか、ほうほうほう、DVD を過去の作ったものを見せてくれたりとか、うん、編集の様子とかを教えてくださったので、うん、私もそういうのが教えられる先輩になりたいなって。なるほど、はい、ぜひぜひ1年生にね、はい、優しくしてあげて、はい、僕もね1年生たくさん入ってきてくれたら嬉しいなと思うし、はい、うん、やっぱり仲間が多いと楽しいよね。そうですね、うん、このサークルでいろんな、去年は1年生たくさん入ってくれて、はい、いろんな人と喋れて楽しかったので、うん、今年もぜひ頑張って1年生増やしてください。増やします。それでは番組では皆様からのリクエストやメッセージをお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で gakugei@gmail.com gakugei@gmail.com です。懸命にスタンドアップ学芸宛てと書いてお送りください。この番組もね、まだ始まって2回目なんで、うん、こんな印象を持ってるよっていうメッセージもお待ちしております。はい、ください。 GHK ではそしてツイッターも行っております。アカウントは@GHKスタッフ @GHKSTAFF です。ぜひこちらもフォローしてください。お願いします。スタンドアップ学芸、
今回のお相手は東京学芸大学放送研究会2年 DJ 流星と1年 DJ さきちゃんでお送りしました。それでは皆さん、またどこかでお会いしましょう。お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。